綺麗に包んで、これで完成。こんなに頑張ったのって、いつ以来かしらね。どうして頑張ったのかって？いやね、あなたにあげるために決まっているじゃない。長く一緒にいるほど、思いを言葉で伝えるのは難しくなるものだから。受け取ってくれるかしら、私の気持ち。どうしてこんな風にチョコレートを渡すのかって？チョコレートをとろかしている時に手を火傷してしまったの。ドジね。火傷が痛くて手で持てないから、こうするしかないでしょ？ほら、受け取ってちょうだい。